始まりました水曜オリジンアワー。お相手は新藤篤新しゅりのすけとテイジャージです。よろしくお願いします。ええ、10月の28日水曜日でございます。はい、間違いないです。はい、あのそれも合っているそれは28日は。おお、それはの。ねえ。 りょうけんさんがねリスナーのりょうけんさんがガラス張りのねブースの外の方にいてくれてましてリクエストのオリジンチャンプルの時からあちらベンチの方に座ってまよ見てくれてて僕こっちに来るときにお久しぶりですみたいな話してたら今日は散歩中ですかって言ったら見学しに来たけどちょっと3つになるとやばいんでってすごい意識高いなと思ってガラス張り越しにまためん 離れてマスクをしてるという、もも野外で完璧ですよ、うん、もう。そうですね。あ,<ー>ありがとうございます。お久しぶりです。ででも帰れそうだな。帰れそうだ。始まるまではいとくよって言って、はい、あ、ダッシュで帰った。 自転いい自転車ですね。うん。このリスナーさんがこうやって来てくれるっていうこともね、やっぱりこの時代になってなくなりましたからね。うん。なるほど。寂しいもんですね。はい。でもライブはやりましたけどね。先週は。そうですね。ああ。もう半年以上ぶりに。はい。密になってちゃんと。いや三つ。ライブ。大三つ。大三祭り。大三祭りって。いや逆よ。どっかで誰かがやったやつですね。いやなに夏祭りみたいなわけ。な三つ祭り。ね。どうでした。 お客さんが大体いつもの半数以下ぐらいの人数でまた両扉を常時開放しまして会場の換気もばっちりソーシャルディスタンスもばっちりでマスクの着用もお願いしてという形でライブを行いましてできることはやって。 いい空気であったんじゃないかなと思いますけど、ね。おなるほど。やっぱり前説がもう大爆笑取れましたからね。ね前説って誰だっけ?<誰>。え前説って誰だっけ?<お>。私。 が一応僕はいましたよ。僕はいたと記憶しています。自分のことしか覚えてない僕はいたと記憶してます。僕はいたじゃなくて純選手と俺もいたでしょ。純と助でね、毎日をやりまして。いやこれもねやっぱりコールアンドレスポンス。いつもあの僕たちがじゃ髪の言うんでお客さん下のく言ってくださいとか、じゃ僕たちが言うことを繰り返してくださいとか、なんか笑い声の練習。ははははいはははみたいなことをね、まあお客さん の前でやったりして盛り上げる埋設ですけど、うん、まあその声を出してもらうことも今はできないので、うん、まあ拍手とかね片方が封印されたようなもんですよね、うん、必殺技の一つがけどまあ右腕一本で勝てちゃいます,いますね <laughs> いい最強の埋設マジンやしもんメイウェザーみたいな手一本でいいっすよ すごいにに自信を持ちて <laughs> なるほどドカ弁が4段の柔道家と対等に戦ったあれですねいや何か有段者と柔道をやってる時に戦う時に相手が有段者すぎるから正体バレてはいけないから。はい ちょっと頭と手をほぼ、ほぼ、彼らして戦って、1本出したら1段上がる、1本出したら2段上がるとか、そういう。誰がドカベンの柔道時代で例えるのか、野球で例えるじゃん強かったんですよね、ドカベンね。ドカベンの話ずっとしてるけど、まだそんな感じでね、盛り上げて、じゃあ、前説で、ドッカン、ドッカンと。もう、ドッカン、ドッカン、拍手をね、皆さんから届きましたね。 <laughs> 意味ないやし。拍手の意味が。<えー S 1> はい。まあその後ね、やりましたけど、<うん S 1> ケイシャさんどうでした。手応えというか。はい。いやもう僕は今回はもう久しぶりじゃないですか。<laughs> <う>もう本当にあの丸倍で心を丸倍、もうすっぱだかの自分のネタを出せたと思って。久しぶりにもう自分がやりたいのを100万パーセントやりましたね。 もうお客さんとか<ー>ごめんなさいもうどうでもよかったですね <laughs> もう本当にまあちょ,っとちょっと技術的にはちょっともう本当に3割レベルだったんですけど、はい、芸人として失格なんですけどははただやりたいもん要は台本的なもんというか台本もできてないなあれはもうなんて言う設定ですねもうほぼこれは久々のお客さんの前だからむき出しになったけどうん でもお客さんの反応は別に関係ないってことですかいることが意味があって反応は関係ないっていう,うなかったですねもう作ってる間にうほ本当むき出しでいきたいと思って自分のお笑いむき出しでネタ本能みたいなもう剥き出しでいきました、ね、でもも本当真のおかげでもあったんですよアドバイスもらってちょっと。

あネタがっていうかちょっと道具というか衣装はい,はい、はい、それをもう真のおかげでちょっとしっもうちょっとしっかりできたというか。あの 脇から蛇が出るっていう設定だったんですよね <laughs> なんか夜ないのかなと思ったお前すぐ言うよ言わないようにしてるのかなと思った脇から蛇出る脇から両脇から蛇出てましたね <laughs>、はい、で不思議であこれだけ撮れてるんだろうと思って最高です久しぶりに炸裂でした、ね、脇から蛇が出ているという設定はもう本当にもっ 天下もう誰もやってないんじゃもうやってる人いたら握手しに行きたいぐらいのまあまあでもあの本当は中でベルトを締めて胸の方にそこに蛇を挟んで脇から出すっていうだったんですよでまあまあでもできないわけでもなかったんですけどちょっと不安定だったんでシンはどんなしもしこんなだったらどんなするっつったらんかホッチキスで。 固定しますっって言ったからなるほどと思って服を一<と>回うほうほうちょっとそうそう服をに固定するっていうこと一回も試さなかったから一、はい、回服に固定させようと思ってはい、はい、でそれである程度うまくいったんです<ー>まあちょっと後半危なかったんですけどちなみにあのヘビは事務所にあったやつですか いや、全部マイヘビですすあ、ママイイヘビででかいやネークねこれも経営者さんにもその時言ったんですけど僕たちもカツラにヘビが出てるっていう設定をその時はあヘビ10匹ぐらい頭につけてなメディウサのネタをしたんですけどもう本当にもう構想1日ぐらいしかなくてリハの時にギリ作ったぐらいでもう練り込まないまま本番を迎えてしまってもう本当に。 僕たちメデューサも含め石になるぐらい滑ってからな。えー、やった記憶すらないです。俺もネタの内容も何も覚えてないですな。なんか、うん、その時のネタは少年野球の、えー、少年が外野の草むらにボールを取りに行ったら、うん、メデューサに出会って。面白いな。メデューサが私を見るんだっつって僕は絶対見ないぞっていう意味やからん設定。 なんかボール取りに行っただけなのにもう無茶苦茶だったんだよお前を見たら石になるんだろうみたいなもう都合よく知識が入ってるみたいなああなんかあったな野球も特にかかってなかった気するしいやいいっすねどうでしたお二人はうん僕たちはまあ久しぶりでしたよ思いのほかな感じもしたんですようんでもなんかそれちょっと気づいたのがなんか一発目幕だというか最初の大事じゃないですかはいはいはい漫才でしたね 込みで、首里の飛沫が、パンってなったんです。おお。おお、と思って、そっから、なんか、あんまり登らなかったんですよ。もしかして、こういう、比較引いたんじゃないかな。とああ、飛沫、そんな出てた。パンって、こう、本当に、殴られた、ボクサーぐらい出てた。ああ、はい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 、あります。ね形、炎上にというか。これで、あの、なんつ、大事なところで、込みで、ガってく。 そうなイメージのところでそこが一発目伸びなかったんでなるほど飛沫がちょっと気になったんじゃないかなって思いましたねど、はい、どうどうは反反あるやあるそうなった場合、うん、もうちょっとツッコミのスタイル変えてみるかもう小声ツッコミというか,なんかう女子のつまようじ もう抑えてマウスシールドより気になりやしとりあえずつっ込むために手が覆うなっつって手マスクねうん刑事屋さんのネタ見てもしかしたらニュース見てこのネタが思いついたかなと思ったんですよ何かあったの ?23 か月前に刑事屋さんのネタをちょっとね言うと「うん 最近コロナかわかんないですけど自粛で無駄毛処理をしてなかったら、うん、脇にヘビがっていう感じですか、うんうん、ロシアで、うん、昼寝中に<お>体調不良になった女性がいて<お>病院行ったらヘビが口から入って。 え胃の中にいたっていうのがニュースあったんですあーあーなんか面白いニュースだった気がする嘘だろってあんな長いのが昼寝中に気づかんばっていうみたいなニュースだってちょっと待って俺のネタより超えてるやつ <laughs> 嘘だろ <laughs> <laughs> 昼寝してたら昼寝しちゃったらいつもにかこれ超えてるししんとすけのさっきのメデューサに近いぐらいのあれだよメデューサに近くないっすよいや草むらにボール取りに行ったらなんか出てきたみたいな <laughs> はいはいはいいやそんぐらいの驚きだよほんとに今びっくりしただからすごいそのニュースを見て発想を得たのかなとかいやもう全然知らないそ,そんなのもあるんだね <laughs> <laughs> いややっぱり現実論がやばいな <laughs> <laughs> 確かにさっきの天下もそうとか言ったの恥ずかしいからもう取り下げて いやでもねそんな感じでまあライブお届けしましてであと配信もやってね多分半数以上ぐらいは県外からのお客様だったと思うんですけど今回はお金取って。 ていただいてあ、そうですね。有料配信だったんですけど、そちらも四十名ぐらいの方に見ていただきまして、加藤ちゃんさんも個人ライブ楽しかったです。リップの MC 良かったな。あ、ありがとうございます。なるほど。そうあの配信の MC をあの立てまして音響室の方で配信のまあコメントを読み上げたりしてね。でまあたまにまあ会場ともまあリンクさせて天の声的な感じで会場ではちょっと出演してもらったりとか、そういう仕掛けもねまあいい感じにハマってた。 じゃないかなっていう。なるほど。はい。感じで。生がいいですね。まあ、来月もね、そういう形で、まあ、できるんじゃないかなっていう。はい、感じですので、また第四土曜日よろしくお願いします。うん。本当ですよ。とりあえず。お客さんからは出てないですよね。ますかね。そうですね。もう出たないからね。連絡うちにもないからね。連絡が、ええ、来ている頃だと思うんで。はい。いよかったです。本当に。番号とかもちゃんと控えてるんですもんね。 あ、そうですね。はい、もうやれることは全部やっているつもりですので、はい、抜かりないと思います。はい。いや。楽しかったですね。あれはどうだったんですかね。舞台デビューも2組いたじゃないですか。はい、はい、はい、でしたかね。なんか俺はもう、あの、最後。代表が。感想言ったじゃないですか。 うんうん、今日デビューの二組の代表がもう須田郎さんも褒めてたんで、俺はクっと思いましたね。<laughs> ああ、なるほど。完璧 <laughs>、もう。いやー、で須田郎さんは、うん面。面白かったな。面白かったですね。<う><ー>あのオープニングで、俺が、うん。俺が あの舞台上で腹抱えて笑ってしまったのがあって。はい、あのまあいろいろやって、うん、まあ須太郎さんが一発ギャグして滑るっていうくだりがあったんですよ。はい、で、その滑ったギャグはみんなでどうにかしようみたいな、うん、まあ下りがあって、うんえー、その後に。 えまあさっき言った配信 MC のリップさんに「今日中堅もえつないでます」と「リップさん」っつって「今配信の方ではえコメントどうですか?」みたいな「えっとまあめちゃくちゃ盛り上がってるんですけど須田郎が一発ギャグやった時に「こんなに滑っていいの?」っていうコメントが来てましたっていうのをリップさんが言ったんですよ。 めっちゃ大きな声で、うん、滑ってもいいじゃないって言ったん <laughs> <laughs> どんなモチベーションだもんと思って <laughs> 滑ってもいいじゃないじゃないよやつって大体10年から15年レベルの芸人さんが言うセリフで <laughs> <laughs> こんな出たばっかの人が絶対笑い取ってやるぞというモチベーションであれよっていう,う 1>, 1日目なんだから、うん でもなんか新人らしからぬなんかやっぱ二人とも伸び伸びしましたね。うんうん、ああなるほど。うんまあ声がでか,かった。ああ<ー>いいですね。そう須田龍さんは本当に良かったなと思って。なんでかって言ったら7月に本当はデビューする予定で舞台で。はい。でもうそれがあのな、ーうん、くなったじゃないですか。まあ、はいはいはい。うん 89と時を経てその時にベンビーさんと一緒にベーズキッチンの裏方とかいろいろやってる中でもう多分あれやこれやダメ出しされて多分ちょっとずつテンションも変わってきたと思うんですよ7月の時は本当にもう舞台立つ顔じゃないし声じゃないしもう直前の状態やばかったんですよそれが今回声が出てたんであよかったなと思って逆に休んでよかったんだ俺が何よりも あ、これいけるかもしれないと思ったのが、あの須田龍さんがあのもうデビューもう10分前ぐらい、6時50分ぐらいに僕がマイセス行く前なんで、なんか袖でめっちゃ緊張してる感じだったから、もう須田龍さんの背中思いっきり叩いて、頑張ってくださいつって、もう気合を入れるつもりでやったんですよ。まあ僕たまにまあそういうデビューする人とかにやって、みんなあありがとうございますみたいななるんですけど、須田龍さんに頑張ってくださいつってめっちゃ気合を この入婚したつもりでやったら「須田さんいった?」ってめっちゃイエスうんかしてたんですよそれはそもそもだねええ7月もそうだよそれこんな反応されると思ってでも滑ってもいいじゃないに対し反応がきてましてこっちも加トちゃんさんです加トちゃんさんこっちはお金払ってるんだけどとそうですよすごい滑ったらダメですよ金もらってるんだから切れ味の日本刀で一刀両断ですねいやこれはね 郎さんに言ったらもう頭抱えてもう画面真っ白でなておしまいですやな何か今言ってるな一言ないや別の言い分言ってると思うすべてもいいじゃないみたいなことそう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 いやでもそれがねでも受けたけどね少しはって言ってる出てくるのがね面白いですけどねはいすごいじゃあよかったんすねなんかでもアドバイスももらってたんじゃないですか声を聞くですよとかいろいろあどうです そばショーとかが言ってた気がしました。ああ、なんかいろいろやっぱり元気にねみたいな。まあこのヘッシーもね、あのちゃんとネタでも笑いとってて、ああ、よかった。確かに。うん、面白かったですね。でまたこの来月はヘッシーとまあそのまた相方ヘッシーが連れてきてでデビューするっていう。来月？来月。すごい。もう決まってるんだ。 一応オーディションっていうのはあるんですけどまあまあ受かれば来月デビューとあっ漫ね今週の土曜日にオーディションがあってでも鉄筋ビビンバっていうコンビがねいましてこのコンビはもうサラブレッドなんですよアマチュアで取れる賞は全部取ってて。確かにお笑い選手権大会と あとはお笑い高校総体、もうすすごいでもうどっちも優勝しててっていうもう本当にサラブレッドがもうオリジンに入ってきてこれも来月デビューであ、これはもう楽しみですよこれは決定え、これも決定ですあこれはこれも今週の土曜日あなるほどなるほどまたまたま同じ日にもうあれだったんですよね歌見せ始まってうん超同期 なるほど。まあじゃあ新藤透純選手みたいなもんだ。いやもうそれ以来ですね。もう長かったオリジン。ちょっと新藤透純純選手は誰誰になるの？ススだろ。いやあのあのピン芸に出た一応ヘッシーとその相方をまとめてのイメージですね。いや本当にね最近はもうオリジンはもう須田郎さんといいもうデコリンさんというもうきて列変人おじさんしか入ってきてなかったんで。 久々にね、生徒派派若者芸人が入ってきてね。これまたグッドモーニング以来ですね。グッドモーニング以来ですよ。グッドモーニングは若いだけやさ。あ、そうか。若宮、中宮、中宮、今回のライブの順位とか出てるのこれからかな。集計は今からなんだ。 おー多分尺を測ってる時ですね1秒オーバーしたり1秒減点っていうルールがありますんでそこら辺の順位もね、うん、えまた出ましたら皆さんに、えー、SNS なんかで発表もあると思いますのではいよろしくお願い,しますいやも若い人たちがデビューしてグイグイい,ぐい言ったら、はい、もうワニ先生がまたちょっとね ちょっとインサイドに行くかもしれないですね確かになワニ先生稽古もないからな最近稽古ありきのワニ先生みたいなとこもあるさどんどん生きるみたいなはい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 けどライブ一発だけ集合いないは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 ねはんはい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 っいは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 っていは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 いいは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  脳、えー、飛沫リアクション王決定戦っていうのをやって僕とブーブーさんとプーキーとワニ先生芸人、えー、その決定戦出場者。 その芸人じゃあ誰が罰ゲームを受けるかとその罰ゲームを受ける内容をまたじゃあ電気ビリビリとかそういうのを引いて罰ゲームを受けても飛沫を出さずにリアクションをして盛り上げるみたいななったんですけど一発目がワニ先生で友樹のケツキックが当たってその時のね友樹のキックの決まり方が今まで友樹って何回かやってるじゃないですかこの罰ゲームで。今までの 一番って、なん当にすごいとなってもうワニ先生蹴られた瞬間僕ワニ先生に裏でワニ先生ちょっといつもの感じでリアクションしないで強がる感じでお願いしていいですかっていう演出もちょっとかけてたんですよそしたら「いやこれもうノーリアクションなだけやし」みたいな「いや盛り上げてくださいよ」みたいな展開でこの強がるおじさんのキャラでちょっと盛り上がるかなと思うんでつったらもうその キックが、それ多分ワニ先生でももう我慢しきれないぐらいあのいなかったと思うんですよ。すごい音になって本当に、もえワニ先生がもう膝から崩れ落ちてもう顔面崩れまくってるんですよ。おんしから出る音じゃなかったんです。トモキのおんしから、おんしからこんな音しないよ。そう、ただの六十歳のおじいちゃんを若者が蹴るっていう構図になってしまって、なるほど気をつけた方がいいんじゃないの？でもシーンってなって、キャーみたいな。打たれ損だ。 もうその時の雰囲気からもうどうすることもできなるか,らいですだからどうしたうけ ワニ先生は一応声は出さなかったんですよ。ああそうなんだ。声は出さなかったからここなんですよ。ここなんですよ。ワニ先生がもうちょいなのは。出た方が形ね。出てもいいんですよ。もうああいうレベルだったら。でワニ先生自分でもキャラは出さないってもう決めてしまってるんで。ってかも多分意地でも出さなかったと思うんですけど。まあ企画もそうだし。笑いよりもまずはルールみたいなワニ先生だから。 そこだったんですね。本当にちょっとチーぐらい出してほしかったですね、マリ先生じゃねえ。血つけられたのに、から完全に内臓いかれたっていう。どんな繋がりだば。でその後の僕、背中乳首洗濯バサミやったんですけど、そう乳首洗濯バサミも。 あれはなかなかねもう痛すぎて深井そうでしょそれはそれももうなんかもうワニ先生のキックを一回見てるからなんかもうそのお客さんもなんかもうあこれまた痛いやつ来たみたいな空気になってで僕の中のできる限りの変顔をお届けしたつもりだったんですけどもう僕の面白フェイスでは立ち打ちできない乳首の痛さ加減に見えたでしょうねなんかもうああああみたいになってであれまた うん、なんこれどの洗濯ばさみあのプラスチックの普通のやつあれは痛いですよあれって本当は何でやるんですかこのプロの人がやってるやつっていやもうロー,ローラーですかでもローラーバレますもんねテレビとかって何でやってるんですかーーあれっていやもうなんかあの板,板のやつとかじゃないあ<ー>あ<ー>木でできてるやつだ多分あれも硬いハサミは硬いと思うけど でもとりあえず洗濯場さんのプラスチックなやばいと思うリアルでリアルちくびはちゃんと搬出したでも <laughs> 最後いやいやちくびあのミスターポテトヘッドみたいになってないからちくび俺天仏線忘れてないいや,いやだから <laughs> <首>俺カートリ知識じゃないわけちくびふだはね <laughs> M っていうかお女性に噛んでもらってるから大丈夫じゃないです。普段から汚れてないんですよ。<laughs> 洗濯バサミあれやってっつって洗濯バサミ中やってみたいな。いやい, <laughs> いやいやないしでこの一応調べるじゃないですか。あの乳首洗濯バサミをどんなって作るんかなと思って。<ー>俺これ初めて知ってたのがで、えー、ネットで乳首洗濯バサミでそんなの言うんだあ教えてくれるの。一応調べてなんか作り方とか出てこないかなと思ってで、えー、画像で検索したんですよ。はいはい、そしたら全部このエロ画像。 女性のおっぱいしか出のこの SM 系のおっぱいしか出てこなくてこれってバラエティーじゃなかったんだみたいな SM 発信のパロディでお笑いがやってるだけなんだと思ってうんなるほどこれはちょっと女性なんだそうそうそう女性そう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 びうしうそはそうそう遊うそ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 ううそうそううそうう 勉強になりましたね。なるほど。怪我だけはね、気をつけてね。うん。ワニ先生も大丈夫かな本当に。いやワニ先生また定年退職しますしね三月で。脊椎圧迫骨折してんじゃないか。一個か一個か二個ぐらい。一応リアルに骨の心配のコメントも結構来てたっていうね話もありますし。まあとりあえずもうワニ先生はもうま僕たちの中ではそういうキャラですけどもうそういうことをできる。 もうでど、はいうん、で気をつけないとワニ先生はこれから大切にしてい,いかなと、うんと俺もマックでたまたまワニ先生とあの入りの前に会って定年退職してるじゃないですか、うん、毎日何やってるんですかって言ったらめっちゃ仕方されましたからねそれ <laughs> だから何も言いたくないんですよ多分どうですか それまで会話してますよ。マック新しいの売ってますね。そうだな美味しそうだなみたいな普通の会話の途中に。そう尾根先生定年退職しましたよね。おして何してるんですかじゃあ最近はってたら仕方です。いや聞こえてる。いや聞こえてる。まあまあみたいな。ああ強ばれたつって。あるって。ある人マジで。 感覚ちょっとおかしくなってるんじゃないかと思ったのが舞台でまあワニ先生をえまあちょっといじるみたいなこになるじゃないですか。でみんなでまあそれぞれなんか言うじゃないですか。もちろんあれですよ普通に 突っ込んで、舞台ですから、言葉もかぶらないようにちゃんと喋ってますよ。そしたら、ワニ先生が言った一言が、喋りすぎって言ったんですよ。そういう場所だと思って、なんだもし喋りすぎって。そんなリズムになってんのかな、じゃあ。ンにも、じゃあ思ったはずな、マックで。そうだ、芯しゃ喋りすぎだな。もう、キャパオーバーだったわけよ。もう喋りがんだ。言葉数がもう、喋りすぎてなんだもと思って。Wi-Fi みたいな。感じはい、喋りすぎました。 もう退職したんだもう来年かなと思ったんだけどあ来年です3月ですあそうなんだじゃあなんかいろいろやってはいるんだいや,いやもう今はまだ普通に先生でしょうーんそうなんかだからしんがいってたらもう全部聞こえなかった聞こえてなかったんすね勘でしゃべってるってーですねああじゃあ定年退職じゃないよっていう本当は、うん 返しが来るはずだったけど、うん、それすらも聞こえてなかった分多分聞こえなかったんでしょうね、うん、一つも意味が分かってなかったんだろうな、うん、そっかね <laughs> はい、うん、マグネライブに来てくれた皆様ありがとうございましたありがとうございました,ました来月も第4土曜日よろしくお願いします、はい、配信もやりお手ですのではいそれでは皆さんのメールもお待ちしておりますオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします

オリジンアワー「オリジンチャンプルー」は平日月曜から金曜まで毎日オンエアラジオアプリ「リスラジツイキャス」ならスマホから「Podcast」でいつでもどこでも YouTube「FM 那覇チャンネル」から動くオリジンメンバーもチェックしてね「のように」 さあ、水曜オリジナルを入っておりますさあ、それではこのコーナー行きましょうはいシントスケのラジオコントはいラジオコントに移る前にちょっと情報が入ってましては僕は今店でモズキッズを対応に送るっていう作戦を立ててるじゃないですかそれに触発されて大城隈さんの嫁がモズキッズ集めをやってるみたいですへぇ あ、このモズキッズのバーコードを集めて貼って送る検証に参加してくれてるんだ僕一人ライバルが増えました確かにライバルっていうのはこれは僕らの味方ではないのもうライバルでしょ僕からしたらいや当たった時にまたこっちに少し回してくれるとかそういう仲間的なことじゃなくてシンプルにライバルなんだシンプルにライバルなんだ情報漏洩しただけなんだじゃこのラジオで日清が営業 できたってことだよね、モズキッズさん確かにモズクの消費を促したわけですからすごいそうだこれはスイッチ手に入れないと引き合わないですねなんかそう、ハガキに書けばいいんじゃない僕はこんな感じでモズクを、モズキッズをみんなに広めてますああ、モズクのコーナー作るかモズクのコーナーあなたとモズク、リスナーさんに送ってもらってはいはいはい僕は今 売り上げが上がってるのはもうこの毎週水曜日こっちで喋ってるからですよって。うんうんうん。い,い,い,う <laughs> いやめっちゃゴリゴリに戦おうとしてるでしょ。ええー、まラジオコントはい行きます。ラジオコント中国料理。いやーいかにも高そうの中華料理屋だな。内装もすごいこだわってるし、まるで本当に中国に来た気分だ。よし。 今度の取引先との接待は絶対に外せないからなしっかりおすすめ料理とかメモっとこうああいらっしゃいませお客様本日は我が大陸飯店へようこそうわー店員さんチャイナドレスしっかりしてるなーあーもちろんですうちはそこら辺の中国料理屋と比べてほしくない、えー、それにお客さん先ほどこの店を中華料理屋とおっしゃってましたがうちは中国料理屋ですえ一緒じゃないっす何を 中国料理を日本人の好みに味付けしたのが中華料理や私どらものような本場中国の味を提供する店を中国料理やって言うんですよへえ<ー>、うん、初めて知りましたそうなんすねはいそれに大体どこの本格を歌ってる中国料理も上海料理かん料理北京料理四川料理のどちらかに振り切ってますしかし私たちの店はその中華四大料理全部提供する

楽しみっすねはい、まずは、上海料理の特徴。おャ上ハン料理。はい、上海料理は味付けシンプル、淡白なのが特徴。そして、海沿いだから魚介類たくさん使う。代表的な上海料理、蒸した上海ガニや八宝菜、シ籠包ランとかも有名ね。うわ、全部大好物っすよ。ああ、次に、コントン料理。コン料,料理はさまざまな文化が混じり合ってできた料理が特徴。お<う>あ代表的なコン料理はシューマイやチャーシュー、スータ。またヤムちゃんも買って

そして四川料理四川料,料理は辛い刺激的な味が有名例えば麻婆豆腐や担々麺エビチリなどなど実はそんなにメジャーじゃなかった四川料理だけど中華の鉄人陳建一氏が日本でメジャーに押し上げたことの有名な四川料理<ー>ピリッと爽やかな辛味が多くの人の心を掴んで離さないよう,うわすごいっすね四、うん、大料理、うん、やばいもう早く食べたい、うん、あのメニューとかってないんですかまだよえもう、まあ、お客さんまだ中華四大料理しかないとか思ってないかえー、いやの もう,あもうそろそろ食べたい。もう中国食べんなよ、お前。えー、いや、あの、岸さんの,の舐めてるとかじゃなくて、あのお腹空いてきてるんすよ。ああいいか、<は>中国の歴史すごく長い。私たちがチャオズ食べ始めた頃 <laughs> お前ら、まだどんぐり食べてた知らないっすよ。<は>いやそうなのかもしらないっすよ。なんだお前、どんぐり出すかなんでよや懐かしむかいなんでかなんかそれ。いや、別に、現代の僕がどんぐり食べて、わあ、懐かしいってならないでしょ、別に。<は>あのね、普通にメニューを見て食べたい。 注文するんでさせるかなんで今説明したものもさらに細かく分類することができるし知らないですよそしてさらにあまり知られてないけども今の中華四大料理にあと四つを加え中華八大料理も今から説明するから長い長い長い八大とかあんのいやもう本当にいいんでまずは福建料理福建料理というのは海沿いにあるから始まっちゃったよ新鮮な魚介類使うのが一般的味付け甘辛いのが特徴的ねもういい入ってこないですよあのそうですそうですあの。 本当になお腹空いてますしあの時間もないんであのちょっとはいいはあはああ、うん、すみませんあ注文いいですかいやあのあごめんなさい零時になっちゃいました零時はいということで行きましょうはなにダンダン,ダン,ダンは 午前零時を過ぎたら一番に届けようラストオーダー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 どういうこと歌い終わるまでに歌い終わるまでに注文しないと食べれないよなんかそのシステムえいやいやベリースペシャルいや、ベリースペシャルじゃんくてベリーベリースペシャルで何を食べるのかなじゃあ、例えばチャーハン

<To> you. チャーハン、チャーハン、チャーハン、ハンまた来てねまた来てねじゃないよやん、なんかこれ、えー、はい、ありがとうございました。いやいや ありがとうございます勉強しました風平ですか最後ふうひですね,もう,ねもう完全にふうひえっていうかれてますしはいありがとうございます、はい、あそこが良かった麻婆豆腐のところじゃないな何料理だ麻婆の一個前の料理って何何料理、はい、北京料理北京料理だったかななんか美味しそうだった四川の前ってことですよね四川の前あ北京料理北京料理美味しそうだった北海沿いの北 はい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 、いいですね。これまたラジオコントならではで、前半ではまあ振りを。まあこの知識を皆さんに共有するというところも兼ねて。構成するというね。うんうんうん、う勉強になりましたね。<ー>うん、バンバンジーは最後出てきたバンバンジーあれ中国料理なの。のバンバンジー。あれバンバンジーって。あ、わからない バンバンジーってバンバンジーは鳥のやつすんねボーボー鳥って書いてあるんですよバンバンジーボーボー鳥ボーボー鳥はもうじゃあもうあれだ下ネタだいやいやいや鳥は何だわボーボーは分かったとしてボーボー鳥はもう中華料理でもやっぱ改めて全部おいしそうっすね中華はね中華うまいっすよねいやコメントの方はどうっすかええ急にお腹空いてきたな ケイジャーさんの拍手かっこいいと言うまでもないカトちゃんさんですあカトちゃんさんから歌い終わるまでにのところでケイジャーさん息を吐いてらっしゃったの。全部見て見てるんじゃないこれどっか近くで息を吐くって別にそのワンポイントじゃないからねずっとどっかで吐いてると思いますますねまた来週も頑張りますいやいつもね画面で見ていただいてありがとうございますありがとうございますねさあじゃあケイジャーさんのいきますかいきましょう目覚めよ 次世代はいよいしょきましたさあ、えー、こちらいきましょう、えー、水曜オリジンアワーの皆さんこんばんは,こんばんは東京から国分寺の加トちゃんですありがとうございます、えー、土曜のオリジンライブ楽しい時間をありがとうございましたい,まいやこちらこそですよ、えー、ケイジャーさんのエプロン姿大好きですし、うんとすけのお二人も面白かったあ,ありがとうございますしん、えー、さんがリラックスしてやりとりに応じているとき首里之助さんが、えー、開いた え左足の左膝を曲げ伸ばししてらっしゃったけどあれは貧乏ゆすりみたいなものかしらか <laughs> 分からんなこれはネタ中の<足>話かな癖なんですかねか左膝を,左膝をこれちょっと見てみようあれじゃない こう、人間の時、引かれた時の、あれが、また来てるんじゃない。後遺症、あったんだ、あれ。後遺症が。医者には、二週間の内見っていう謎の診断されたけど、お前、左か右の足を曲げ伸ばしした。ああ。いった。あったな。俺とシンが同時に、引き逃げされた事件が。引き逃げ。左、この、曲げ伸ばしで、口中毛が生えてくるっていうシステム。どんなシステムだ。いや、筋肉、筋肉。 りすぎでしょで<は> <laughs> これもう7年前から折り合おう毎日聞いてないと分からないよ <laughs> 今の2つは掛け合わしちゃったの <laughs> さあ目覚めを掲斜してたら来てますねはいえ昔は授業中に死後をする時はえ話す代わりにメモをえ書いて投げ踏み 投げ踏みっていうんですかね<ー>しなかった、えー、これ誰々さんに回してとかしなかっただったよね女子は髪をいろんな形に折るの上手い人が多いよねっていう人も手を挙げて「はーい!」ということでああ<ー>か青春がね<え>いいなあこんなのも,もうなくなるんでしょうね<ー>携帯とかできたらなんかもう今ねえこの学生はもうあだ名も禁止とかいう感じにいらしゃ、ねうん、るらしいですねあそうな、ん、の 借り上げも禁止だ。借り上げも禁止？この前も話したから。だったっけ？あのヤンキーっぽいかなみたいな。ええ。あじゃあ何がいいの今って。どうだ。ろう逆借り上げじゃない？逆借り上げいやまん落ち武者スタイルはいいんだ。常識どうなってる？ヤンキーがビビるやつね。逆にビビるんだ。なゲームでも。 ね、メモ書いて、書いたこの携帯を投げるっていう点もありますけど、うん、携帯を <laughs> <laughs> あ、愚かすぎるでしょ <laughs>、<laughs> 携帯の怪我しそうだし、<laughs> 文字携帯にい音でばれそうだし。<laughs> <laughs> と、えー、ということでエジプト情報来てますねエジプトの道路の横断は、えー、とりあえず中央線までたどり着き反対から車が来ない瞬間を見計らって渡りきるという方法でした車は人を見ても減速することなくむしろ加速しているような気がしました。えー、皆さんもエジプトに行かれる時は注意ね 現地の人と一緒に渡るといいかもよということでこす、まあなんかそんな感じはしますね、なんか多分アジアもそんな感じは多いじゃないですか、確かに横断歩道がないんか、海外って横断歩道あっても、一応自己責任らしいですよ、注意されないらしいですよ、あ車が強いの車がっていうか、自分で周り見て、あなるほど、行ったら別に赤信号でも渡っていいっていう、日本は一応注意されるじゃないですか、多分警察とかいたら、ああ、なるほど。 どっかネパールかな、うん、それこそこの右折してくる車がずっと横断歩道をひっきりなしに行ってるみたいな,な動画見たことありますねもう全然歩行者関係なしに要は歩行者優先じゃないですか普通ね普通の車の右折へ、ね、<詞>えそうなんでしょうね俺の、まあ、行ったことあるからこの説はどうかなと思ってもう日本は要は横断歩道ないところが特になくなってるでしょ多分で同人っていうか年年配の人がはいはい だからもうドライバーも横断歩道を渡るもんだと思ってるからはい、はい、今のこの意識的なもんドライバーのうん、うん、だからもう横断歩道全部撤廃してはい、はい、人間どこでも渡っていいにしてはい、はい、だからどこから人来るか分からんからみんな気をつけてねってはい、はい、その緊張感の方が自己減らんかなっていう <laughs> 勝手に思ってるんですけどあ<ー>横断歩道全部なくす。なんか わからないですけど、でもこの歩行者優先っていう考え方で、うんえー、立教はもうどんどん撤廃の動きになってるらしいでああ、らしいですね。立教はもうなくなってる工事見ましたね昔。なくなってる途中のやつは。ああ<ー>、横断歩道も確かにな。さあ、えー、予想来てます。はい。ダム95.8％、小の体重49.5キロ、桃心先生が長官を今朝ご覧になった時間帯7時半っていうことですね。あとうちなんちの議音っていうのが来てます。<laughs> お、議音。 おうすげえ3週前のお題が2週前かな何何しましょうねのねえ沖縄しか言わないか擬音っていうのこれねえねねのうちなんちってことののうなやつかか違多分オノマトペのやつじゃないですかチャキチャキの江戸っ子のうちなんちバージョン考えてくださいの募集してる側がもうふにゃふにゃだから申し訳ないなふにゃふにゃのうちなんちだ ではでは放送っちまってねということでですね。<laughs> はあ、あとは、えー、メールですね。以上、はい、世代でした。ありがとうございます。はい。じゃあいきます。お、お新トス K ジャージの皆さん。 ラジオネームイオジオネータズでわらわらおおテンション高めできてますなんか先週土曜日に超久々にオリジンライブあったじゃんはいありがとうご実はあのライブ見に行ってたんだよねウケるありがとうございますそしたらシントスケージャージのみんなが出てたんだよね超奇遇はマジ奇跡じゃん奇跡じゃなくて出てるんですよでやっぱり超面白いだよねめてくれるんださすが爆笑オート って感じ超ウケちゃう。<laughs> やっぱりみんな舞台の上では超輝いてるよ<ー>マジパネーてパネパネパネーて<笑><笑>何回言えば <laughs> また来月もライブあったら行こうと思ってから祝くじゃあこれからもラジオも頑張ってな <laughs> チョリソーソーセージっすとあー言葉遣い以外全部いいやつやしいやチャラオ風にと来てるんであーなるほど 内容めちゃくちゃいい子じゃないですか。ね。チャラ男だけど。うん、本当に。ありがとうございます。うん、い,ますいや、洋式郷さん来てくれてたんですね。うん、お見送りもなかったですからね。うん、そうだ、なんかいいお見送りの方法ないですかね。うん、やっぱ結構、あの、本だから、特に、沖縄にわざわざ来てくれた方とか。うん、あの、残念がってた方もいるんですよ。この時期、どうにか。お見送りをする、いい方法。やっぱり、だから、あるじゃないですか。はい。 ワニ先生の顔出しパネルワニ <laughs> <や>先生と写真を撮るなくてワニ先生になれるんだ顔出しになるとちょっとワニ先生の顔がなくなるんで何がいいかな足出しパネルみたいな <laughs> い<や>手出しパネルかワニ <laughs> 先生と一体化したいわけじゃないんですよ顔は出したいでしょワニ <laughs> 先生と一緒に撮りたいんですよだとしても、うん 俺はやっぱそれぐらいアナログぐらいですね舞台に来てるわけだからはい、はい、テレビ見たり、ね、あの配信を見てるわけじゃないんではい、はい、どちら <laughs> 役者見したいんだったらやってみるから <laughs> 大,大丈夫ですかえそんな顔そですなんとなく触れ合えるというか握手までというよりは、うん、そういうパネル系とかチャンヒビってまだ引退してないんでしょチャンヒビさんはそうですねは、うんうん、チャンヒビの引退の時はこの顔出しパネル 等身大パネル置いとこうはどっちかではそうですね等身大パネルをはいはいはいぐらいやってもいいかなと思って等身大パネルって結構金かかるみたいですねそうなんだいくらだったかな何か言ってたんだよなこの一応万は言ってた気がしますねはい作るのにでも作るのだったら手作りだったら大したことないんじゃない人形はあるし はいはいは足っていうか立てるやつは、うん、で、うん、あとはコピーなり何な,なりでこう重ね合わせていけば等身大パネルはまあついいす、ね、等身大ひと択みたいな魚択じゃないけどもう黒く全身塗って。 その魚みたいにやった芸人の貼 <laughs>、まあ、ってそこにみんな写真撮って帰ってもらうとか <laughs> ああじゃあ面白いですね <laughs> んなんかいろいろねもしくはこう<ー>もう今月はこの肩手の肩取って芸人の全員の握手できるようにいい、ね、そう握手これ誰々のトロフィーみたいに置いて握手してくださいみたいな<ー>、ね、それ誰ももおきい通りみたいな感じでもう触れて重ねてのもうオリジン芸人バージョンははい、はい やってもいいですね。みんなそれを触るわけだからまあよくないですからまた逆に一番悪いかもしれんなアルコールの中にその手を沈めておいて消毒液にもう俺たちがもうアルコール液の中にここもやればいいんじゃないですかドラゴンボールみたいなもう魔物やじゃんうんまあなんかねまあそれこそ うん、まあ、あそこ、お客さん同士が密になった、見ないし、うん、まあ、なんか、いい方法。があれば、っていう感じで、皆さんからも募集してますんで。はい、よろしくお願いします。まだまだメール来ております。はい、えー。親愛なる隣人、隣人、両健です。両健<お><ー>さん,ん、先ほども言って。首里之助にお知らせです。はい、はい、首里赤田町、首里そばの近くに、フランス料理のお店、コントがあります。うん、安くて美味しい、おしゃれなお店です。<laughs> ぜひ、首里ポンで取り上げてください。 シュリッポン、これ先ほども直接、言われたんですけど、まあ、両県さんの、まあ。行きつけらしくて。フランス料理を。フランス料理になるんかな。すごい。一応県産野菜とかも結構、そうなんだ。食材を使って、いる食材は地元の使って、いや。フレンチ。にしてるってことね。そうですね。で、僕もね、そこのオードブル。を、なんかのパーティーであって、食べて、めちゃくちゃ美味しくて。店舗に一回行って、あの。 食べたんですけど、もう雰囲気がお洒落すぎて。なるほど。僕、基本的に、まあ、一人でどこでも食事するんですけど。これ、さすがに、俺一人で行って、一人で食ってたら、ちょっとソワソワするなぐらいには。お洒落だったんですよ。ボンジョルノだ。いえ感想どうなってる。ボンジョルノは、でも、どこか、イタリアか。どこ、ボンジョルノ。あれ。ボンジョルノ、ボンジョルノは、ボーノ、ボーノ。ボーノ。イタリアっぽいですね、イタリアか。そうだ。イタリアな。あ、チャオか。フランスは。フランス料理の。 マーで食べるのいやもう結構まあ牛丼食うみたいにじゃ牛丼食うみたいに書き込むわけいやなんで二通りしかないの牛丼かフランス料理か右手普通のカフェみたいな感じであ、ナイフとボークぐらいまあ、そんな感じですねまあ、別にガチガチのコース料理とかじゃなくてただじゃフランクフレンチだフランクフルトみたいにやんけ軽いやつまあまあ、僕がランチだからかな夜はもしかしたら がっつりコースなのかもしれないですけど。はい、まあ、これもね、ナイス情報で、ぜひ。趣里にあるわけ。にありますんで、ぜひ、皆さんも、僕もおすすめです。趣里、あれます。はい。ということで、メールは以上です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。今日はライブ中心の話になりましたね。うん、そうですね。はい。じゃ、あちょっと、早い、んかあります?。なんか、やっぱ、声かけられること多いじゃないですか?。おお。すごい。俺が 僕もたまに言われるんですけど最近うちのマンションが水漏れしてなんかどっかの階段断水状態になっちゃったんです全部屋どっかの部屋が水漏れしてそれで水道の業者が来てそしたら若いのが僕の顔を見てあっ新十歳の新さんですよねっていやつじゃないですかその後が「こんなとこ住んでるんですね」とか。 マジで階段だったんですけど落としてやろうかな半笑いで<笑> <へー S 1> <笑>すごいこここんんなとこ住んでるっすよ <laughs> これは最近あった不明ような気づかれ方でしたねなるほどこれは何歳ぐらいのいやでも多分25とか若いと思うあでもまあ応援してますって言われたんでよしとしましょうですけど <あー S 1> 初めてでしたこの見たことあるで不明ような感じ不明 <laughs> <あー S 1> でもあ確かにボロボロなんですよ<純> なんかそういう悪気の言い方だったってことじゃ、で<今>もしかしてあ <laughs> があったんで、<laughs> 多分本人は本人はでもここに住んでるんですねって言いたかったのかなと、なるほどね。別になんか笑顔だったんで、うん、あここ住んでるんすねがまあちょっと言葉。 ね、旧だったから、<ー>こんなところに住んでるんですねっていう、あまあ難しいよね、日本国のこんなところね、こんなところ別に悪気はないと思うんだけどね、まあそれを気をつけた上に、ね、やっぱ芸能人たるもの住んでるところは。<laughs> ちも引っ越しした方がいいんじゃない？先輩がアドバイスするな。俺はもう常に海の中にいますからね。海の中の部屋に住んでますから。どういうことなよ。海の中に特殊な設定ってちょっと住んでます。ユーバだな。急に変な設定。芸能人として。芸能人として。逆にめちゃくちゃ金持ちしか住めないです。海の中の部屋。ということでね。はい、気をつけましょうじゃ。うん。そうですね。はい、じゃあケイジャさんの発表もいきましょうか。いきますあれ。はい。 えー、本日の沖縄のダムの貯水率97.4%うん安定そっか原始大雨降ってましたもんね大雨降ったんですよ降ったっけあの、ずっと一日<う>止まないときありましたね半日で200ミリ降って、えー、とんでもない雨の日があ,<ー>ありましたからねさあす、はい、それではいきましょうすっとこどっこいそばショーの本日の体重49.5キロビンゴーから。あビンゴなってます さんとちゃんさんがとうとう、えー、すごとう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 に行きましたやっぱり<ー>ちょっと読みますはいチョ <laughs> からのメールもはいえき、ー、の体重は4 9 5キロお昼は、えー、スパゲティクリームシチューを食べました<ー>、えー、先日ライブのとワニ先生と話した時に、えー、ワニ先生にネタどうだったと聞かれたので、えー、ワニ先生の「<laughs> え滑舌悪すぎで何言ってるか分からんかったですと言ったらワニ先生があれはあえて滑舌悪いというキャラでやったんだけどねやっぱりまだ分からんかと言われましたホン<当>か <laughs> 以上ですマジでよろしくお願いしますす,すごい,ないやでもこれをさすがにワニ先生もボケじゃないボケかな いやワリ先生はボケって聞いたことないか違うと思います <laughs>。常に本気なんだ常にワリ先生でボケっていうのを何,何十年も知ってますけど聞いたことないんで <laughs> <は>概念がないですない,い,いやでもリアルに何言ってるか配信のチェックをして全部ライブ見直したんですけど、うんあまあ、お前は配信どう,う見てる配信見て 分からなかったですね。俺は袖で見て分かんなかったですね。何も聞こえなかったですね。設定は。えっと、なんか、会社ね、みんなが辞める辞めるみたいな。どんどんみんな辞める辞める、なんで、きもかきもかみたいな。で、最終的にみたいな、そういう感じの。まあ、まあ、そうする、もちろん、もちろん全部が全部聞き取れなかったら、やばいんで。まあ、聞こえないところは多々ありましたね。なるほど。 そ,っかうかそういうことですね稽古もないですからねもうあと個人練習しかないですよねそうなんですよね,すよねうんでもショーの高止まりはもうずっとこんぐらいになってるじゃないですか49.5ついにこれを加藤ちゃんさんが当て始めたっていうそうなんですよこのストーリーもすごいす、ね、そですね、うん、の今の体重は体重でまた固定し始めてますからショーはキープし始めてますからあいつなんか聞くためにスパゲッティ食ってきしますね あいつ麺だとですね確かに深いつもスパゲッティな気がするそ井蕎麦しうもう蕎麦しょうじゃないってことかなじゃあもうスパゲッティでしょうかね確かにとヨーロッパから来たあいつみたいなやつがいるんでしょうねスパゲッティか沖縄そばかタコライスのイメージですね深井あなるほどとカツ丼だカツ丼も共に来ますねよかったね昔確かに深よく聞く気するな ま食生活もバレ始めてますけどね。何生活ですか？食生活。食しかないね。はい。とりあえずはライブもできてよかったですね。一発目。今月ももう終わりまして、あと11月12月2カ月しか今年ありませんけども。そっか。また31日。31日。 このじゃあ2時と4時からですねとん俊祐潤選手と俊祐ペンビーさんの3組でまたミニライブっていう形で多分前と同じで地下でできるんかな。あの 準、はい、駆動の地下1階の方で2時と4時から2回ですね投げ銭方式で、えー、ライブの方もありますんで見る分には無料ですのでぜひ、えーうん、お近く通ったりね、うんえー、する方がいれば、えー、2時とよしお願いします、うん、あと、えー、まだもう決定じゃないですけどほぼ決定みたいな感じで、はい、あと RBC の A ランチの方も、うんえー、出させていただくことに。 ななりそうんんでで出るすか今回はこれは多分普通にスタジオゲストみたいな感じで首里城火災から土曜日で1年が経つとあそうなんだということで首里出身のコンビということでねなかなかいないですからね首里出身のコンビ首里出身のコンビは本当にコンビって言ったらいないなないっすもんねあれかあれはあ鉄筋ビビンバが入ったんか鉄筋ビビンバでも首里講のコンビだから あ、なるほど。純粋の種類じゃ、ないんだ。いや、お前、種類のイメージ、どうなってれば、そうか。いや、そうか、じゃなくて。いや、それ、あの、本土の人がやる、種類の種族のキャラ。あ、しゃもじさん。そうか、そっか、しゃもじさん。大先輩いました。あ。で、えっと、この。実は、沖縄タイムス。の、え、三十一日の長官でも。種類に関する、クロスワード、を 作るというお仕事がありまして僕たちがプロデュースした種類に関するクロスワードはい、もうウェットが飛んだねクロスワードになってますウィットだなット全然飛んでないやしウェットにしようぜウェットウェットが飛んだ本当に俺も昔これを全く同じミスをリップさんの前でやってめちゃくちゃいじられたからねよかったなじゃあな先に とてらめせんの俺も,俺もあとは誰か次見せたやつにちゃんとやるから <laughs> そういうもんだからいやいやんでコンビの中でめぐりめぐってるわ <laughs> 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 同時に学習しワニ先生に関するクロスワードは作れい, <laughs> いいえそれいいそよどこに載せるんですかそれウェットに飛んだやついやいやそれは <laughs> 飛んでるけど <laughs> ワニ先生は <laughs> ベッドに飛んでるよ。じゃいろいろ首に関連したメディアがどんどん首利とスケは出るわけですね。首利とスケはもうどうなっちゃったん。はい。ということでねぜひ三十一日ですね。タイムスそしてエイランジジュンクドチェックよろしくお願いします。はい。はい。それではまた皆さん来週お会いしましょう。水曜オリジナルはお会いいたは。新藤スケ新藤。首利のスケと K ジャージでした。ありがとうございました。